花王の食用油エコナの販売が自粛された問題で消費者庁が立ち上げたプロジェクトチームが花王の担当者から初めてヒアリングを行いましたヒアリングには花王の幹部や安全性を審査している食品安全委員会のメンバーも出席し自粛に至った経緯や見解を聞き取りました国民の皆さんが非常に不安を感じてられる情報を求めていると そしてまた、行政の判断にはどのようなものがあるのかということに期待をされていますので。プロジェクトチームはエコナについて特定保険用食品の許可を取り消すことも検討していて、明日にも行政的な対応を発表するとしています。